こんばんは、あいかです。今日はですね、はい、無謀にも&B 縛りメイクに挑戦していきたいと思います。はい、もうね、普段もうベースもかなり作り込んでますし、ポイントメイクもがっつり系で&B の対局というか&B の敵みたいなメイクしてる私なんですけど、まあその分ね、ちょっと新鮮さを感じてもらえるんじゃないかなと思って今回挑戦してみました。そしてね、&Bのアイテム、今までも例えばアットコスメね、一位縛りメイクするときになんかアイテムが入ってて買ったりっていうことはあったんですけど、いざ揃えようとすると本当に品薄でなかなかね揃わなかったんですよ。なので縛りメイクしてみようかなと思ってからかなり時間が空いてしまったんですが、まあ一通りメイクできそうなね数集まりましたのでやっていきたいと思います。結構コメントでもね、&Bのアイテム売り切れてて全然買えませんっていうのをいただいてたんですが、最近だと本当にロフトとかでもなんか在庫がちょっと復活してたりとか、あとアットコスメとかでもね買えるようになってきたなという印象なので、今回の動画見ていただいて、あ、そういえばこれ気になってたなっていうのがあれば、ぜひねオンラインとか店頭で在庫チェックしてみてください。それでは早速 &B 縛りメイクスタート。はい、それではですね、まず日焼け止めから塗っていきたいと思います。 &B UV ミルク顔体用ですね。私はチューブタイプのものがどこも在庫なくて買えなかったので、このポンプタイプを使っています。私単純にサイズが違うのかと思ってたんですけど、中の色が違うらしいですね。チューブの方がベージュっぽい色がついてるのかな。こっちはもう本当に日焼け止めって感じの白色のタイプになっています。でも伸ばしたら特に白浮きしたりっていうことはないですけどね、まあ、これを普段はボディ用に使ってるんですけど、今日はせっかくね&Bの縛りメイクということなので顔に使っていきます。まあ、ベージュタイプも使ってみたいなっていう気はするんですけど、形状としてはこのポンプタイプ、ズボラな私にはすごく良かったですね。この撮影の横のラップの一番上の段に置いてるんですけど、もう朝この撮影部屋に来たらもうペペって出して、こんな感じで腕にバーみたいな感じで塗るようになったので、今年は本当この日焼け止めの塗り忘れっていうのがなかったような気がします。首までしっかりね。次、&Bモイストリップジェル使います。トリートメント的な感じに保湿していきます。朝ねメイク前結構唇カサカサなので、最近はリップベース塗っておいたりとか、なんかこの手のものをたっぷり塗っておいてリップ塗る前に軽くね拭き取ったりしています。塗っちゃうと分かんないんですが、実は細かいパールが入ってます。なのでね、より唇が立体的にも見えるんですけど、そういう見た目の効果だけじゃなくてリップ下地としても使うことができます。さすがにはみ出てテラテラだから若干拭き取るわ。はい、じゃあ今日はですね、ファンデーション代わりに&Bのファンシーラー使っていきます。 SPF20PA2+ の一応日焼け止め効果もあります。付属のアプリケーターがシリコンタイプなんですよね。シリコンのチップあんまり得意じゃないので、いつもの NARS のブラシでつけていきます。まずこのオレンジの方、これをニキビ跡とかですね、気になる場所にポンポンポーンと置いて、あとあざも一旦これでカバーしていきます。あざカバー用としてはちょっと赤み強すぎるんですけど、一旦これでこんな感じでカバーしておいて、メインで使うのはこっちですね、明るい方のベージュカラー。これね、結構黄みがしっかり強めのカラーなので、広い範囲でも使いやすいなという印象です。でもちろんこのブラシで全顔を仕上げるわけじゃなくって、こんな感じでカバーしておきたいなというところにまずポンポンポンポーンと置いていきます。で、あざのとこは重ねます。ただジャストのカラーだとね、なかなかカバーできないので、暗いカラーで一旦カバーしておいて、その上に明るいカラーを重ねます。はい、こんな感じでのせたら、次スポンジも&Bのものなんですけど、これでねなじませていきます。ちょっと多すぎたかなっていうコンシーラーもここでねスポンジに吸わせます。で、確かこのスポンジはウェットドライ両方使えたと思うんですよね。で、私はスポンジを湿らせに行くのがめんどくさいという理由でドライで使うことが多いです。朝カバーはこんな感じですね。まあ、正直ちょっとこのコンシーラーだけでしっかりカバーするってなると厚みが出てしまうので崩れやすくなるかなっていう気はします。
今日は縛りなのでこれでね行こうと思うんですが、まあ、普段コンシーラーとして私が使うのであればちょっとこれだけであざカバーしちゃわずに、まあ、これで薄くカバーして足りない分を、まあ、パウダーファンデーションとか他のもので補うっていう使い方をするかなと思います。ただこの全顔に使ったそのファンシーラーファンデーション的な使い方はすごくね楽、まあ、私なんかはもう年中厚塗りなので多分これもね&B が普段推奨しているメイクよりは厚いんじゃないかなと思うんですけど、薄く塗ることもできますし結構ツヤが出てくれるのでヘルシーな雰囲気だったりとかあんまりこうベースをね作り込んだ感じにしたくない人にはねぴったりなんじゃないかなと思います。ベース仕上がりはこんな感じです。じゃあベースをお粉でセットしていきます。使うのはプレストクリアパウダーですね。こちらも SPF27PA2+ です。でこのねちっちゃいパフがついてくれています。よいしょ。色だけお見せしておくとこんな感じ、まあ、つけたては白っぽくなりますけどそんなに真っ白って感じじゃなくってもともとも少しね明るいベージュみたいなお色になっています。これでセットしていきます。まずはねやっぱり一番崩れやすいこのあざ部分ですね。それからこの鼻の横とかですね凹凸がある場所こういったところを重点的に押さえていきます。あとまぶたですね。それから口周りも結構よれると思うので口周りにのせたらあとはちょっと乾燥しやすいフェイスラインとかは余ったパウダーで押さえていきます。本当にのせた直後はこんな感じちょっと粉っぽく感じるかもしれないんですけど時期に馴染んでくると思います。じゃあ次眉いきましょう。眉はですねこちら使います。アンドビーリキッドアイブロウのダークブラウンですね。片方が三角形のチップみたいになっててパウダーが入っていて反対側がリキッドになっています。まあいろいろ描き方あると思うんですけど今までは私輪郭を先に取って中を埋めてたんですが最近は結構この全体をパウダーこれでブワーッと描いてで眉頭は後でアイシャドウで仕上げようと思うのでどちらかというと黒目の上あたりですねから眉山眉尻だけを先に仕上げていきます。でこれだとあんまり細い線とかは描けないので細かいところはリキッドの方で仕上げます。仕上げるって言うとめちゃくちゃ中途半端こんな感じですけどこんな感じで途中まで描いておいて今日使っていくアイシャドウですね。&Bのパレットアイシャドウサンドブラウンです。お色味はこんな感じです。なのでこれをね眉に入れていきます。このカラーでこの隙間部分をバーっとね埋めちゃいます。で本当はねアイブロウマスカラとかもあると思うんですけどちょっとね在庫見つからなくて今回買えなかったんですよね。でどっかで探して買って揃えてからでもいいかなと思ってたんですけど今度アイブロウのパレットとカラータイプのアイブロウマスカラが出るらしいんですよね。なので買うならそっち買いたいなと思ったのでちょっと今回はアイシャドウとかでね乗り切りたいと思います。でまずこのイエローっぽいので全体をバーッと仕上げておいてこれが一番明るいカラーになるので眉頭もちょっと出し気味ですね。全体的に普段描いている面積よりは、まあ、広めに色をのせておきます。そしてちょこっとピンクね重ねていきます。ピンク可愛いよね。これをあまり眉頭のせずにこのあたりですね眉頭が薄くなるような感じでグラデーションを意識してピンクをそして最後一番濃いカラーこれを眉尻に入れていきます。仕上がりはこんな感じです。次アイメイクいきましょう。この黄色っぽいカラーですねこれをアイホールにのせていきます。広めに意識して目頭にしっかりめに色をのせてみました。反対側このから下まぶたにも入れていきます。イエロー可愛いよね。イエロー可愛いけどピンクっぽいカラーもセットされてるっていうのがねいいと思う。ということでピンク使いましょう。これを二重幅より少し広めに入れていきます。横割りですね。そしたらチップでこのブラウンですねこれを際部分に入れていきます。で最後使ってなかったこちらのカラーですねこれを目頭にちょこちょこっとのせていきます。そんなに明るいカラーではないのでハイライトになるって感じじゃないんですけど今日はちょっとこう目をね寄せてみせたいので
ここまでできたら今日はアイライン引かずに際のところの締め色とかもパウダーで仕上げてるので、やっぱりこことかに落ちちゃうのが心配なんですよね。なのでこのパウダーパフの端っこの方に取ってなじませて、これでよれないように気をつけながら優しく押さえてね、セットしていきます。結構アイシャドウがね、湿度で落ちちゃうっていう相談いただくこと多いんですけど、セッティングパウダーを仕込んだ上にアイシャドウをのせて、さらにメイク終わった後にセッティングパウダーで押さえてあげると少しムチが変わるんじゃないかなと思います。まつげは際を立ち上げすぎずに毛先だけカールさせていきます。今日はねインライン引いてないので、根元から立ち上げすぎると粘膜が目立つので。マスカラしていきましょう。アンドビーマスカラブラックです。これブラシも細くて、この湾曲した形状もいいし使いやすい。結構ね液はサラッとしてるかも。だからあんまりまつげをこう上げすぎると液が乾くまでにちょっとまぶたについちゃったりっていうことはあるかもしれない。それくらいサラサラした、あんまりまつげにボリュームを出したくない人、本当に1本ずつコーティングするだけで OK っていう人にいいマスカラかなと思います。うん、めっちゃナチュラル。そしたらどっちからいこうかな。先にコントアしましょうか。これも本当にねどこも在庫なくて確保するの大変だったんですが、&B コントアペンですね。見た目はクレヨンタイプのリップみたいなのと同じ形状なんですけど、非常に滑らかなこういうコントアできるね暗めのカラーのペンシルです。で、私いつもノーズシャドウも結構がっつり入れるんですけど、ベースをね削ってしまうとあざせっかくカバーしたのがよれそうなので、今日はここだけちょっと乗せて指でポン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 と指にグリグリしてセーフセーフ。これ以上触らないようにしよう。フェイスラインのコントアなんですけど、川北さんがね書いてるの見たら結構手早くブワーッとね広い範囲に引いてたんですよね。まあ顔の形によると思うんですけど、どうだろう、私だったらもうここ削りたいから、こんななんか恐る恐るじゃなかった、もっとこうガーグーみたいな、あの配布する前にあの筋肉に沿ってペンでこうマーキングされるじゃないですか、あんな感じだった。こういう感じでちょっと大胆に入れようかな。入れて首のとこだと、私二重顎だからこの辺で入れたら、これをスポンジでポン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 とねなじませます。なのでそのまま見ると結構濃い色なんですけど、なじませちゃうとほらそこまで主張しないというか、普段私が使ってるシェーディングの方が全然濃いと思います。しかもスポンジだとほんとボケるっていうか、あんまり強くすると取れちゃうくらいだから、本当は初心者の人でも使いやすいんじゃないかな。ちょっとこの辺もちょっと入れとこう。本当にかすかに影入れたいっていう人にはねいいと思う。次ハイライトですね。&B グローハイライター使います。まあ言わずと知れたこの練りのねハイライトなんですけど、結構ペタペタした感触ではありますね。ルナソルのアイシャドウベースくらいペタペタしてる。これをハイライトをね普段入れている場所に入れていきます。今回もチークも使わないんですよね。なので&B って結構川北さんが実際にメイクされてるの見ても、全体的にこのツヤっとしてるというか、ベースもそんなにマットじゃないし、部分的にこの練りのハイライト入れることによってなんかこのツヤで立体感出している印象なんですよね。なのでいつも私がやってるみたいにこのチークとシェーディングをぼかしてなんかこの辺の立体感出すみたいなのとはまた違ったメイク法なんだろうなと思いました。だから新鮮。こんな感じ。ちょっとファンシーラーね結構私たっぷりめに使ったし、その後パウダーを仕込んでたので直後はねパウダリーな雰囲気にもなってたんですけど、今のこのハイライトを部分的に入れるだけでもだいぶツヤっぽさが出たんじゃないかなと思います。でも場所さえ加減してあげればそんなに全顔テカテカになってるっていう感じではないんじゃないかなと思います。じゃあ最後ですね、いつもコントアのこのペンシルと間違えそうになるんですが、&Bのクレヨンリップ、これのカラーはテラコッタですね。もうテラコッタといえば私、中尾明さんがね、突然だけど、あの中尾明さんが買い物に来るとき、ブティックの人ってあのスカーフをとりあえずねじっとくんだって。そしたら買ってくれるから、そんな感じでテラコッタって書いてればアイカが買うみたいなそんな感じで特に色そんなに深く考えずにテラコッタ買いました。でリップがねもうかなりしっとりしてきて、なんかもっと浮いた感じになるかなと思ったけど、
割と密着してくれてるんですよね。なので最後軽くだけちょっと抑えて、もうこれをベースにしてリップ引いちゃいます。コントアのペンシルもかなり滑らかだったんですが、リップクレヨンもめちゃくちゃ滑らか、こう輪郭がきちっと取れます。輪郭取るとこんな感じ、まあ、口角がね年重ねるとにじんでくるので、きちっとしてあげた方が締まりが出ますよね。でクレヨンタイプなんだけど、これもツヤ感が出てくれるので、まあ、当たり前なんですけど顔面のねこの質感のバランスが取りやすいですね。かわいい、このテラコッタかわいくない？すごいキングオブテラコッタって感じ。いろんなテラコッタ持ってるけど、その中でも3本の指に入るぐらい好きだわこれ。かわいい、なんか私の良さをこう引き立ててくれたと思いません？このリップいいわ。ちょっとこのしわりメイク用に温存しとかなきゃよかった。なんかちょっとは使ったんですけど、もっと使っとけばよかったな。これかわいいな。でいつも前髪下ろしてるんですけど、なんか今日はワックスつけてちょっと横に撫でつける感じにしようかな。これをこうやって温めて、ちょっと垂らし気味で、あ、いいんじゃない？なんかちょっとアンニュイ感じ、テンション若干低めでこうね、なんか気だるげな。私からテンション取り上げたら何が残るのって話なんだけどね。いいんじゃないでしょうか。最後せっかくだからフレグランスつけとこうかな。今日はこれゲランのドゥーブルバニール、大人っぽいねバニラの香りですね。クールなバニラっていうねコメントいただいたんですけど、本当その通りだと思う。子供っぽさがなくてめちゃくちゃセクシー、こういうなんか抜け感のある、あんまりこう私頑張ってませんよみたいなメイクの時にあえてセクシーさを感じるフレグランスってね、いいと思う。という感じで今回は初めての&B 縛りメイクに挑戦してみました。いかがでしたでしょうか。まあ普段のメイクの濃さのね3分の1くらいの濃さだと思うので、個人的にはねめちゃくちゃ新鮮ですね。あとこの眉もいつもだと結構ペンシルできちっと形取るけど、割とラフな感じにしたので、なんかそこまで形にこだわらずに色重ねて立体感だけ出したっていうところがポイントかなと思います。まあ本当はねこれにアイブロウマスカラがあれば完璧だったんですけど、皆さん気になるアイテムありましたか？これ良かったっていうのがあればねコメント欄でシェアしていってください。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。